レース展望ですこの時間は12月26日木曜日の展望を行ってまいりますこの時間の解説はスポーツニッポンの桑原勲さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします年末シリーズいよいよ今日水曜日からスタートしていますまずは水曜木曜金曜の3日間開催、えー、そして日曜日お休みで大晦日までまた3日間連続の開催と続いていきます いよいよ始まりましたね。そうですね。はい,はい。まあ本当にね、大にぎわ見せる年末年始のシリーズ、はい、存分にファンの皆様にはお楽しみいただきたいと思います。まあ今日はあの藤田奈々子騎士も来場したということで,です、ねはい、結構にぎわってましたね。本当そうですよね。はい。 で今日は一日見てましても結構差しが届くババでしたね。そうなんですよね。うん、だから本当にババがねちょっと読みづらくなってきましたよね。そうですね。はい。今週開催前に四コーナーからゴールバン前のところの内側砂が入ったということで、まあよりその砂の影響もあるんでしょうね。そうですね。ただね、うん、本当前開催からねもう差しも聞いてましたからね、はい。まあよりそれに拍車がかかっている感じですかね。ねはい、はい。さあでは明日の展望参りましょう。 全部で11レース行われますがここでは10レースと9レースこの2つを展望いたしますえまずは第10競争です日高軽は農業協同組合特別 b 1の1400メートル12頭です桑原さんの印こうなりました まず本命2番のウィンフラクタルということで、休み明け3戦目を迎えます、5着続きなんですが、ね、そうですね、本当ね、もう言及ならもっとやれていい存在なんですが本当、ここにしてちょっと物足りないですよね、はい、まあただね、やっぱり使いつつね、徐々にはね、よくなってきてますからね、えー、まあ引き続きね、吉村騎手が乗りますからね、枠的にもね、ちょうどいいとこ引き当てましたし、うん、まあそろそろなんとかするんではないかと思いますけどね。はい まあ理想的な展開としてはやはり好意につけてというイメージですか。 対抗評価5番のコスモバレットですこちらは転入後参戦まあ徐々に着順を上げてきましたねはいまあ本当にね着順が示すように状態が上がってきてるんですよね、はい、本当もう言及にもようやく目処が立ちましたしね、うん、本当が逆転があっても全然不思議じゃないですよねはい。まあ、前走も5番手という行為取れましたしね、うん、そうですねはい。はいまあ、そこで三着と人気しながら構想したコスモバレット、えー、さらに上を目指せるということで対抗評価です あとは十番ハニーロコガールに黒三角評価、田中ジョッキーと初コンビを迎えます。はい、まあ、今回その初コンビでね。ちょっとその辺が楽しみですよね。うんうん、まあここ最近ね、ちょっとね。姉妹の足がね物足りなかったんですけど、まあこれでね。ちょっと趣味引き出してくれるんではないかと思いますね。はいまあ、結構末足がね。いい馬ですよ、ね。そうなんですよね。うん、はいです,ですから、今のババも合いそうですね。はい。はい えこの馬は昇級して今回4走目、入着圏前後の走り続いているんですがえ田中ジョッキーに手代わりでもう一歩前進という,ねう、ね、ところですね、はい。 それから4番手評価が星印8番の大角ヌーベル、この馬は中央からの移籍馬でレース2ヶ月半ぶりですはい、まあ、本当ね、移籍初戦なんでね、何とも言えないところはあるんですけど、はい、まあ向こうでの、ね、走りを見る限りね、うん、まあこちらの馬は問題なさそうですからね、うんええ、本当にちょっと初戦から注意しておきたいですね。 それから白三角ですがまず7番リリー・プリンセス移籍初戦2着の後と4着8着とちょっと着順落としているんですよねそうですね、まあ、前走はねちょっとぐはぐな競馬になってしまいましたからね、はい、まあ度外視ていいのではないかと思いますね。うん、まあ現にねやれるところは証明しているわけですから、はい、まあ全然巻き返しがあっても驚けないですねまあ実際2着に来た時が1400メートル戦ということで今回その距離に戻るというプラス材料です、ねはい、そうですね。 あとは12番、サヤネーにも白三角、こちら2走前に逃げ切りがちをこの B1 で収めている馬です。はいまあ本来ならね、もっと上の評価をしたかったんですけどね、はい、やっぱりちょっと、同型のね存在が気になるんですよね、ねやっぱりスリングショット、メスターウィングで、3番、6番、この辺も大きそうそうんですがやっぱりそことね、やっぱり競るとね、やっぱりちょっとどうしてもね、島甘くなりますからね。はい、はい ましては、今日の馬場というと、ころで,な,です、ね、なかなかに現場が残れなかったというね。はい、ええー、そういった馬場もありますんで。まあ,あ、さよね、結構ね、人気も集めると思うんですが。すね、まあ、最後抑えまでという。そうですね、評価にしたということですね。はい、結構ペース早くなりそうですかね、ペースは流れると思います。うん、はい、はい。ええー、十レース展望してまいりました。以上の六頭印ということで、えー、フォーカスも見ておきましょう。 ここ馬単勝負ということで二番ウィンフラクタルをまあ軸にして印を入れた後藤に流す馬券、折り返しもしっかり抑えるとということですか。これ馬服ではなくてあえて馬単という馬単ですね。やっぱりちょっと配当的な妙味がやっぱり出てきますしね。なるほどね。はい、はいえー。ということでまあ配当的妙味もまあ少しね加味してのこの馬単勝負ということで十点がまとめていただきました。ね、明日のメインレース日高競は農業協同組合特別スタート時刻は四時五分です。 ではその一つ前へ行きましょう。第9競争です。こちらは西宮エベス産の酒特別 B2C1 の混合1230メートル戦です。こちらもフルゲート12頭立てです。え種、ー、はこうなりました。 ちょっと内目に印寄ってるんですが、えー、まず本命は1番のクールフォール、B2 クラス所属バーです。まあ、前走が休み明けでも2着と入投しましたね、はい。そうなんですよね。まあ前走がね本当に厳しい展開でしたからね。はい、まあその中を2着にね進歩してたんで本当評価できる内容だと思います。うん、本当叩かれてねやっぱり息遣いも変わってきますからね。はい、まあ今回ちょっと信頼の軸ではないかと思うんですよね。信頼できると。そうですね。ということですね。それから4番のボアソルチ。 対抗評価これも B2 所属馬です。はい。まあ本当最近ね末い足が安定してきましたよね。まあ前走に関してはね位置も取れましたからね。はい、やっぱり冬場になってね調子上げてますからやっぱり対抗の評価でいいと思いますね。うん、はい、まあ三走前には千四百メーターでしたが B2 戦勝利がありました。はい、距離が短くなるというのはどうですか。その辺もねやっぱり前が流れる分ね末い足効きますからね。うん、はい。はい。まあ心配はしてないということですね。そうですね。はい。対抗評価です。 それから7番ラインエミネントこのまま前走 C1 勝ちで、えー、再びまだ C1 条件所属ということになりますがどうですかそうでですすかそね本当前走が本当にいい足を使いましたからねちょっと驚かされたんですけど、ねはいまあ、あの足があれば、ねまあ、この条件でも十分や対応できるのではないかと思います。うんはいえー、それから 次の評価が星印6番、トワードポラリス、これは高級して今回が3走目、ちょっと最近結果出てない B2 馬なんですが、はいまあ、前走は、ね、あの見どころはあったんで、ね、どうしてもねちょっと集中力が切れるところがあるんですよね、ただ、ね、能力自体は、ね、かなり評価してるんですよね、個人的にね。えー、だからいつ走っても不思議ではないいと思います、はいまあ、ここに線が1400メ、えーターで3走分りに1230にまた移ってきましたけれども、はい、距離短縮というのはどうでしょう。 あもうその辺も、ね、あのいいと思います、ね、やっぱり集中力が、ねうん、切れやすいんでねなるべく早くレース終わる方うがいいそれから5番の三中谷最後の評価、お白3これは C の馬です、はい、まあ前走は、ね、人気をしながら最後、本当にいい足使いましたよね、うん、確実に、ね、状態が上がってきている証拠だと思います、はい、まさらに、ね、馬体が絞れるようなら、ね、もう一丁前目指すんではないかと思うんです。よねはい、はい ここは B2、C1、混合で B2 の馬も C1 の馬もそれぞれ6頭ずつということで半々ということなんですが展開的にはどういう展開をメンバー的にやっぱりクールフォールが、ね、あのいい形を作れそうですよね、はい、まあちょっと、ね、今の重たい馬場は気になるんですけどまあこの馬の力からしたら大丈夫ではないかと思いますけどね左右力、逃げていくというそう,です、ね、そういう読みで,、はい、での本命ということですね。はい ペースとししてはどうでしょうでょ平均ペースぐらいになるんじゃないかと思いますねそれほど速くなるイメージではないんですねそれゆえにクールフォールが残ると、はい、見たわけですね。ということで印は以上の5頭まずは1番クールフォール本命ということで、えー、フォーカスはこうなりますここもまた単勝負ということでクールフォール軸にして、えー、あとは4番ボアソルチそれから7番ラインエミネント6番トワードポラリス5番サンチュータという馬券を買います。 うん、ここも表裏でえちょっと人気数が1着ならば美味しい配当という,う,う、ねはい、ちょっとスケベ心も混じったそうです <laughs> フォーカスということですね、はい、組み合わせ8点外ということでまとめていただきましたキ旧レース西宮エベッサの酒特別スタート時刻は3時30分となっています 年末年始のシリーズがスタートしました。まああの年末大晦日に近づくにつれて本当にねイベントも盛りだくさんというになっていきますのでね、たくさんのファンの方にいい楽しんでいただきたいと思います。ちょっとね、こ、えー、れは冷えるということも聞いてますけどもね。ね。はい。まああの冷えてでもね、あの晴れてくれればね。そうですね。もうそれが何よりですからね。はいえー、いいお天気の中年末年始のシリーズ迎えられることを祈っております。えー、ここまで解説はスポーツニッポンの桑原伊さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 園田競馬の年末年始シリーズご覧の日程となっていますお休みは28日と元日だけ存分に園田競馬この後お楽しみください